北本線は太陽国の鉄道でありクルンテープ駅とチェンマイ駅間を結ぶ鉄道路線である。陶器場の正式名称はクルンテープイコールチェンマイ線というバーンダーラー分岐駅サワンカローク駅間の支線を有するクルンテープ駅アユタヤ駅間が1897年3月26日に開業した。それは同時に官営鉄道の始まりでもあった。 東北線が完成後北線の工事が入る。台中部から北部にかけて、アユタやナコンサワン、ピッサヌロークといった、タイの代表的な中核都市を結び、終点のチェンマイが、タイ北部を代表する国際観光都市でもあることから、タイ国鉄では、最も主要な幹線として位置づけられている。バンコクチェンマイ間を結ぶ、寝台特急、ウトラー・ウィティー号をはじめ、 複数の優等列車が運行している。信号設備も非自動信号が主流を占める、タイにおいては最も近代化されており、クルンテープピッサヌローク間は、タイ国鉄の最長連続自動閉塞区間であるほか、これに続くピッサヌローク、シラアット間も、通標閉塞式よりも、技術上精度の高い連鎖閉塞式が取り入れられている。 2003年7月にバーンパーチー分岐駅ロッブリー駅間が複線化されて以来長らくロッブリー駅以北が単線のまま残存されてきたが将来的にはピッサヌローク駅までの複線化が決定しており2016年末頃より第一期事業区間であるロッブリー駅パクナムポー駅間が着工された2019年11月現在同区間では 既存路線に並行する形で伏線の対応なす、新線が建設されている。また、当線の非自動閉塞区間においては、すべての交換可能駅が、信号取扱い駅となっており、信号設備のない閉塞境界型の駅は当線には、存在しない。ランシット駅バーンパーチー分岐駅が参線であり、バーンパーチー分岐駅ロップリー駅が伏線である。がそれぞれ単線が参線。 単線が2線という表現が適当である。つまりそれぞれの線が独自に上り方面下り方面の列車を走らせている。2015年6月頃まで第13、14寝台特急列車が西日本旅客鉄道より譲渡された24系客車列車で運用されていた。現在では同列車は 在来客車での運転となっているが、運用上の都合等により24系客車上都車が連結されることがしばしばある。なお、同客車は2020年現在、定期運用を持たずもっぱら団体専用列車や、大国鉄や大国政府観光庁が主催する団体ツアー列車等に使用される。南半分の区間は、チャオプライヤーデルタに通じる大中北部の広大な、 平野部を南北に貫き、車窓には一大国窓地帯が続く。アユタや、ロップリー、ナコンサワン、ピッサヌロークといった、タイ中北部の主要都市を通過するため、旅客、貨物ともに需要が多い。タイの行政上の区分では、ピッサヌローク県以北が、タイ北部とされているが、ウタラディット付近まではほぼ平坦な線形をたどる。一方、北半分の区間は急勾配が連続する。 山岳鉄道の様を呈する。ウタラディッと寄り先は南川本流域からその支流であるヨム川流域、ピン川の支流である湾川流域、そしてピン川本流域へと急勾配で峠を越えながら主要河川と交わるように東西に結ぶ。現在この区間を走る列車はシラアット行き第3特急の一往復のみである。終着駅で一つの列車とは奇妙だが、 運用はクルンテープ駅、バーンダーラー分岐駅サンカローク駅、バーンダーラー分岐駅シラート駅であり、当列車でバーンダーラー分岐駅より先に行く乗客はバーンダーラー分岐駅を2回停車することになり、時間もその分余計になる。もちろんこの運用を行うため列車は方向転換する。なお当列車はシラート到着後を折り返し上りクルンテープ駅機台4。 特急となるが、この際には、サワンカロークには立ち寄らずシラーット駅、バーンダーラー分岐駅、クルンテープ駅の運用となる。かつては早朝、サワンカローク発ピッサヌローク駅、および夕方ピッサヌローク発サワンカローク駅の普通列車も設定されていたが、2007年頃に廃止された。この普通列車廃止に伴い、サワンカローク支線内のクローンラムーン、ワットクローンプ、 クローンヤーン、ノーンリエンの4つの停車場が廃止された。ありがとうございます。